カリッと香ばしく焼いたベーコンや角切り野菜が盛りだくさん、ボリューム満点のカラフルサラダ、彩り野菜とベーコンの昆布サラダをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずゆで卵は6等分の串型にして、さらに半分に切ります。ホールコーンは水気を切ります。ブロッコリーは小房に分けて塩ゆでしましょう。フライパンにオリーブ油を熱し、ベーコンを炒めます。器に材料 A、 ゆで卵、ホールコーン、ブロッコリー、ベーコンを盛り、フレンチドレッシングを添えれば出来上がりです。カラフルで見た目が華やかな昆布サラダはパーティーにもおすすめですよ。ぜひお試しください。